最大義最下の反対仙台一号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 最下の反対味方三号最下の反対味方三号最下の反対味方三号最下の反対仙台二号今すぐ止めろ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 高浜原発今すぐ止めろ高浜原発今すぐ止めろ高浜原発今すぐ止めろ原発作るな原発作るな新設反対増設反対原発やめろ安倍はやめろ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 安倍はやめろ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 原発やめて子供を守れ原発やめて暮らしを守れ原発やめて国土を守れ原発やめて未来を守れ原発やめろ原発売るな原発やめろ原発売るな原発いらない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 どこにもいらないどこにもいらない世界のどこに原発いらない原発やめろ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 最下の反対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 すべての原発最下の反対全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 ての原発直ちに廃炉全ての原発直ちに廃炉全ての原発直ちに廃炉全ての原発直ちに廃炉20時を回りましたので第281回再稼働反対首相官邸前講義を終了いたします。本日は約700名での講義となりました。国士のある方はマイクをお渡しいたしますので先頭までおいでください。首都圏反原発連合です。お疲れ様です。すいません、ちょっと羽打ってますね。場所移りますね。はい、今週もいろいろなことで経費かかってますのでお気持ちで構いません。カンパ袋を持ったスタッフ腕章してますので、お気持ちいただけたら幸いです。さて、
3月に入りまして、いよいよ3月11日に近づいてきてます。今年の3月11日7回目で日曜日になります。5時から7時国会正門前と首相官邸前で0311原発ゼロ国会前大集会行います。で、官邸前はいつもの金曜と同様のコール中心の2時間となります。で、こちらのチラシがちょっとご好評につき、あんまり現場に残ってない100部200部ぐらい官邸前だと思いますが、まだ1週間以上ありますので、それで配りたいという方、お渡しできますのでよろしくお願いします。で、ちょっとお間違いないようにしていきたいのは、来週の金曜日3月9日はこの3月11日直前ということでお休みいたしますので、半減連、首都圏半減物連合主催呼びかけの講義は お休みいたしますのでよろしくお願いします。3月の月刊フライヤー先週から配り始めましたが、私たちとしては初めてこの月刊フライヤー、月刊スケジュールをお知らせするフライヤーとしては A3 の大きさで、作ってみました。で、開いた内側というのが首都圏半原発連合の新年会でレクチャーをなさった、山崎誠衆議院議員と川井裕樹弁護士の講義講演の、を短く、要約したものを載せてみました。その他新年会の報告もあります。ちょっと頑張って作ってみましたので、これがなかなかいいもんだと、自画自賛ですが思ってますので、どんどん持って帰ってポスティング等していただければと思います。こちらは311よりもずっと多く用意してますので、ぜひ前の方にいらして持って帰ってください。最後にもう一つ、これで原発止まるキャンペーン署名締め切りが3月末に延長されたということを先週申しました。で、こちらの、リーフレットの方もまだまだ残っています。で、この特にエネルギー基本計画のという言葉自体がやっと最近ニュースで出始めまして、これを推進しようという人間自体が、もろ原発推進派だと。で、結局政策だけが障害になって日本は原発ゼロに踏み切ってないというのはいろんな方が言っていますので、ここで一押ししてエネルギー基本計画を改善してしまいましょう。そのために皆さんも一緒にやっていきましょうということで、署名そしてリーフレットの方配布よろしくお願いします。その他脱原発反原発関係で告知のある方いらしたらマイクをお貸しします。はい、ではマイクを、閉じます。来週金曜日休みです。3月11日にお会いしましょう。お疲れ様でした。